無事この一緒することができたということ。伝統校、甲子園の常連校、伝統校だと思っておりますし、堂々と勝ち抜いて、ぜひこの宮崎県民の夢を掴んで帰っていただきたい、そのように思っております。大変現場は暑いと思いますが、体に気をつけて頑張っていただければと思います。仕事の合間でちょっと見たんですけど、そうですか。そしたらちょうどあの6階のシーンですね。はいはい、そういうふうに思うと、やっぱり自分たちついてんだと思うの大事だと思います。自分たちに風が向いてんだ。今回あの、ね、オールスターで寺原選手が、ね、活躍しましたもんね。はいはい、あれもやっぱり日南学院に風が吹いてんだと、自分たちいけるんだと思い込むことが大事だと思います。日南学園高等学校野球部出発式を行います。県を代表したですねチームとしてはつらつと戦ってまいります。どうかご声援をよろしくお願いいたします。こよなく高校野球を愛してくださる県民の方々が精一杯の応援をしています。皆さんの甲子園での活躍を心から期待をしています。県民の皆様の悲願である全国制覇に一歩でも近づき、そして達成できるように、努力してまいりたいというふうに思っております。野球をやるのは今ここにいる18人だけじゃないので、チームは90人いるので、90人全員で戦って全国制覇するので、これからも応援よろしくお願いします。まだ子どもたちもですけども、私たちもまだ実感が湧かないんですが、まあ、甲子園でのですね、初練習なり、抽選会なりあればですね、子どもたちも私たちも、甲子園に出場したんだなという気持ちが湧いてくるんじゃないかと思っております。実感がまだ湧かず、ちょっとドキドキです。まだもう本当一戦一戦勝ち進んで、もう上位を狙ってほしいです、できれば。